赤坂コーチングの西村です。本日はライバル会社に対して自信にあるところは何ですかです。コーチ真由美、ライバル他社に対してめっちゃ自信あるところはコーチ真由美がまともだってところですよ。コーチ真由美変です。ヨーロッパに自転車担いで走りに行くし、友別博士なんて変わった方にコーチング習うし、超変な人ではありますけど、その一方でまともさも同居するんです。この2つは私という中に同居していて一向に問題ないです。私のまともなところはですね、サラリーマン生活を大きな上場企業で16年もやってることですよ。対人コミュニケーション力ちゃんとあるんです。話し合うぞ、大体の人に対して。ずっと会社勤めしたことなくって、個人事業主で来ましたとか、ずっとタレントですとか、ずっと俳優ですとか、なんかそういう人いますでしょ。そういう人は変わってるかもしんないけど、まともさきっと同居してないぞ。あと発達障害の方とかとコミュニケーションしてると、発達障害者同士ならいい、でも多分正常発達者話が合わないと思うんですよね。コミュニケーションスタイル違うから。ってことでコーチ真由美はなんだかんだ言ってまともなんです。それなりにオツもあるぞ。ところがどっこい、コーチにはそうじゃない人多いんですよ、残念ながら。考えてみりゃわかるじゃないですか。自分がコミュニケーション取れないから下手だからコーチング学ぼうっていう人がそのままコーチになっちゃったら、まあどうなるでしょうって話です。そういうコーチ実は多いです。私そうじゃないのよね。別にコーチになりたくってコーチング受けたわけじゃないのですね。たまたまの巡り合わせで学んで、まあコーチになってますから、多分話通じるっていうところが、私がライバル会社に対して自信があるところでございますっていうお話でした。